お腹空きました。僕も育ち盛りなんだぞ。芋1個じゃ足りないよ。でもおかげで血液はすごくサラサラよ。僕はドロドロでもお腹いっぱい肉が食べたい。もっとコレステロールを。みんなそろそろバイト。あ、今日も張り切って収穫しましょう。うん、みんな頑張れ。ネロは？僕だっていろいろ夢のあるバイトを頑張るよ。当たり前だろ。毎日夜まで公園のブランコで時間潰してなんていないよ。そうですよエリーさん、ネロも頑張っているんですよ。毎日夜まで公園のブランコで時間を潰してなんていません。そうだよ。そうよ、ネロは毎日公園のほら、そろそろ行くよ。行ってきます。収穫だ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 。私のために泣いてください。ここに私はいます。泣いてなんか。ありがとうございます。見られている。たくさん男性の若くて熱い視線が前から後ろから。このモデルのバイト、私辞められないの。チェリーが博が辞めさせてくれない。モデルのバイト強いられている。38,003 38,004 38,005。ああ、あと2時間か。どうしてブランコ漕いでお金もらえるバイトってないのかな。僕には理解できないよ。暇だー。うー、もう暇ねー。暇すぎて次子平野咲は有給休暇なんて取っちゃうし、ポポロマーク2は車検だし、この横浜警察署のただっ広い G4 の執務室に心一人。ねえ、暇よね黄金仮面。私、黄金仮面。私も暇です。ほら、黄金仮面もそう言ってるじゃないの。だいたい心は IQ が高すぎて、数読もクロスワードもすぐ解けちゃうし、美少女警察官だから速読も当然できて、広辞苑だって3分で読めちゃうし、ハーバードを飛び級で首席で卒業したから、犯罪と警察についての論文も向こう140年は学会で発表するのに困らないくらい書いちゃったし、暇だー。何か事件でも起きればいいのに。そう、例えばミルキーホームズが何かの事件に巻き込まれるとかね。ただいま。おかえりなさいネロ。おかえり。見てください、ラーメン屋の店長さんからたくさんもらいましたよ。出汁を取った後のかつお節、おいしいです。収穫です。かつお節でむせてんじゃないよ。ねえ、私も見てこれ。1枚、2枚。あー、たくさん稼げてよかったね。ネロはどうでした、バイト？おお、そうだね、今日も夢があったよ。さすがネロです。何のバイトなの？なんだっていいだろ。それよりエリーはまだ帰ってないの？遅いな、心配だな。遅くなっちゃった。早く帰らなきゃ。モデルを強いられて、あんなに見られて、たくさんの若い男性に、でもチェリーが履く褒めてくれるし、上着を持ってくればよかった。夜になるとブラウス一枚じゃちょっと寒い。あ、この路地近道できるかな。街灯が少なくて
暗いけど大丈夫よね。あ、後ろから誰かが。そこの可愛いお嬢さん。何かご用ですか。素敵なブラウスだね。そうですか。安物ですけど、我が名はジャック。ジャックさん。そう、ジャックだ。走らないでください。看護師さん、ごめんなさい。アホキーホームズ、こっちよ。ココロちゃん、エリーが襲われたって聞いたけど無事なの？エリーはどこ？落ち着いて聞きなさい。とその前に、ココロちゃん言うな。エロキュールじゃなかった、エルキュールバートンは無事よ。よかった。だけど透けちゃったわ。透けちゃったって？何が？ブラウスよ。ブラウスが透けただなんて。エリーさん、エルキュールバートンはこの中よ。入って。エリーさん、エリー、みんなごめんなさい。私エリーさんがしっとり濡れてます。ブラウスが透けてるよ。濡れた部分が肌に張り付き、白と肌色の絶妙なコントラストが浮かび上がっているわ。そんなに見ないって恥ずかしい。ひどいです。一体誰がこんなことを。それはジャックよ。ジャック？そう、最近横浜に出没すると噂の霧吹きジャック。霧吹きジャック？ブラウスの女性を見つけては霧吹きでブラウスを濡らして肌に張り付かせて透けさせる男よ。なんてことを。許せないよ。女の敵だわ。みんなで捕まえましょう。エリーさんの敵討ちですね、ココロちゃん。当たり前よ。たとえ神が見逃してもこんな重犯罪、この天才美少女警察官明智心は決して見逃さないわ。卑劣な犯人霧吹きジャックを捕まえる。さすがココロ。さあ、行きましょう。ミルキーホームズ足す明智心出動。と、その前に心ちゃん言うな。ダブルアクション、ジャンジャン。そして、心とアホキーホームズは霧吹きジャックを捕まえるために捜査を開始したのよ。霧吹きジャック知りませんか？こんな霧吹きを持ってシュッシュッシュッ、こうやって霧をかける人なんですけど。ねえ、知らない？霧吹きジャックって言うんだけどさ。霧吹きジャック知りませんか？霧吹きジャックさん見たことないですか？見つかりませんね。うわ、疲れた。お腹すいた。文句言わないで捜査しろ。もううるさいな。ふぅ、冷った。何するのよ、明智さん。クラエシャーロック。冷たいです。えい、やったな。こんな、何するのよ、ネロ。もう怒ったわ。どうだ。待って待って、一緒になるじゃない。これならどうですか。うわー、シャロー、服をめくって背中に直接は反則だろ。だったらこれは。霧吹きで叩くのも反則です。じゃあこれならどう。
にかく天才美少女ココロに霧吹きジャックを捕まえる素晴らしいアイディアがあるから作戦通りにするのよ。素晴らしいアイディア？そう、おとり捜査よ。おとり捜査。犯人は現場に戻るっていうわ。そこでエルキュール・バートン。えっ、私？あんたにしか頼めないの。卑劣な犯人を捕まえるためにやってくれるわね。はい。いい？作戦はね。ゴニョ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 。素晴らしい作戦だわ。エリーさんにしかできません。でもそんなのまた濡らされてスケスケにされて逃げられちゃうんじゃないの？大丈夫、霧吹きジャックは逃げないわ、絶対に。いい？作戦開始。ブラウス一枚だとやっぱり夜になると寒い。そして薄暗くて人気のない路地。明智さんの作戦うまくいくといいけど。あ、誰か来る。そこの可愛いお嬢さん。また会ったね。素敵なブラウスだ。霧吹きジャック。そうです、私が霧吹きジャックです。霧吹き、逃がさないよ、そのブラウス透けるまで。逃がさない、逃がさないよ、そのブラウス透けるまで。具上がりに隠れたつもりかい？無駄だ、そこは袋小路。さあブラウス透けさせてもらうよ。しっ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 。そうはさせない。おう、だがもう逃げ場はない。覚悟。だとバカな、ブラウスを脱いだだと。恥ずかしい。これじゃブラウスを透けさせることができないじゃないか。女の敵クズ。まんまと罠にはまったな。もう逃がしません。逃げたりはしないよ。完全に私の負けだ。私は霧吹きジャック。濡らして透けさせるブラウスがなければもう負けを認めないわけにはいかない。霧吹きジャック逮捕する。罪を償ってくるよ。ああ、ところで一つだけ聞きたいんだが。はい。透けさせないためならブラウスを脱ぐだけでよかったのに、どうして全裸になったんだい？それはエリーだからさ。エリーは完璧主義者なのよ。そうです、何をするにも手を抜かないんです。抜くというか手で隠したの。隠させて。そうか。次は靴下は履いておいてほしいな。ほら行くわよ。一件落着です。お手柄だなエリー。照れないで胸を張っていいのよ、堂々と。あ、はい。
方ないわね。バーチスウィンナートンダイヤ予想でも解いて時間でも潰そう。世界中の数学者が50年解けなかった難問が1時間で解けた。自分の IQ が恨みしい。ああ、まだ午前10時にもなってないわ。事件でも起きればいいのに。ココロちゃん、大変です。ミルキーホームズ、今度は何？また出たんだよ、ジャックが。そんな、霧吹きジャックは逮捕したのに。今度のジャックは、螺旋を描いて急降下するジャックよ。もしかして、霧もみジャック？それだけじゃないんだ、北海道から。まさか、襟裳岬ジャック？さらにさらに、両手足を縄で縛って、牛崎ジャック！黄色くて首の長い。そりゃキリンのジャックだろ。もう霧崎ジャックと霧吹きジャックと語呂も霧と先しか合ってないわ。いい加減にしろ。あんた、コカラちゃん言うな。黄金仮面スマッシュ！暇ね。暇つぶしに山下公園に来ちゃったけど、なんか事件でも起きないかしら。はい、ポポロも暇なのでついてきました。あ、見てください、ミルキーホームズがいます。え、どこ？あ、ほんとだ、アホそうな顔してアホみたいに歩いてるわ。あいつらも散歩かな。きっとアホみたいな話してるのよ。近寄らないようにするわよ。うい、いい天気です。気持ちいいです。絶好の散歩日和だね。私の声が青空と書いて空に吸い込まれてゆく。ポカポカする。あ、あの雲かまぼこみたいです。ほんとだ。アイシスター、やっはー、ミルキーホームズだぜ。やっはー、本物だぜ。な、何？なんだお前ら、そんなモヒカンで世紀末みたいなバイクに乗って。やっはー、誘拐してホームズ探偵学院から身の代金取ろうぜ。やっはー、そうしようぜ。カモン、来いよお嬢ちゃんたち。何するの、やめて、話して。やっはー、誘拐です。ミルキーホームズがモヒカンたちに誘拐されました。ああ、ほっとけば。だってミルキーホームズよ。そうはいきません。警察官として犯罪行為を見逃すわけにはいきません。ふん、冗談よ。あんたがそういうのを待ってたの。ほんと？当たり前でしょ。たとえ相手がミルキーホームズでもツチノコでも、心は犯罪者を許さないわ。はい、乗ってください。行くわよポポロ。ミルキーホームズ救出ミッションスタート。横浜の誘拐事件。これで大金持ちだぜ。離して。キャッハー、なんか追ってくるぜ。あ、あれはキャッハー、警察か。待ってくれ。どこのモヒカン、止まりなさい。ココロちゃん、ココロちゃん言うな。アポロちゃん言うな。私たちを助けに。あんたらなんて人足どうでもいいけど、犯罪撲滅がココロの警察官としての使命。逮捕よ。キャッハー、逃げるぜ。爆走だ！魔弾解放系！キャッハー！しつこいやつだぜ！キャッハー！これでも食らえ！あほい！ダイナマイト！急ブレーキ！黄金仮面シール！
ったわ。見失いました。ミルキーホームズとモヒカンたちは今どこ？サーチ中です。サーチ中。衛星とコネクト見つかりました。首都高に乗って横浜ベイブリッジ方面に向かって進行中です。パトカーが数台追っています。横浜ベイブリッジ？だったらココロたちは大黒ふ頭に先回りよ。横浜ベイブリッジを封鎖して袋のネズミにしてやるわ。全横浜警官隊を投入してタコ殴りよ。イカ殴りでもエビ殴りでもいいわ。え、それは無理です。超迂回しないとポポロたちは大黒ふ頭に行けません。たどり着くより先にモヒカンたちは通過してしまいます。大黒ふ頭を通過されて川崎も越えられたらもう横浜警察の管轄外。ココロたちは手を出せなくなるわ。いい？横浜の事件は横浜警察の手によって解決するのよ。しかし…シャラップ！ココロの辞書に無理って言葉はないの。あんたの辞書にはあるの。なせばなる。いえ、ポポロマーク2の辞書にも無理という言葉はありません。ぶっ飛ばします。安全のため黄金仮面をつけてください。オッケー。ポポロマーク2青銅仮面セット OS リブートまであと5秒4 3 2 1。モードチェンジ確認。 POPORO ナイト1400起動。機構変更超高速使用チェンジ。ベイブリッジ最高だぜ。風が気持ちいいです。キャッハー、もうすぐ大黒ふ頭を超えるぜ。ん、塩の匂い。うーん、魚食べたくなってきたな。キャッハー、川崎も通過して東京へ行くぜ。私たちは今風になっています。キャッハー、横浜警察ももう追ってこれないぜ。みんな、私たち誘拐されてるの。だからもっと緊張感持って。ヤッハー、後ろからたくさんのパトカーが追いかけてきてるけど全然追いつけそうにないぜ。ヤッハー、このまま逃げ切るぜ。そうはさせないわ。ヤッハー、この声はヤッハー、ドップラー効果。ヤッハー、止まれ。あの前方の砂煙から現れたのは、ヤッハー！さっき振り切ったはずなのに、どうして俺たちの前に。この天才美少女警察官、明智心から逃げようだなんて1400年早いのよ。心ちゃん、この天才爆弾解体ロボットポポロマーク2から逃げようだなんて14000年早い。ポポロマーク 2 14万年早い。ココロは、っていうかこんなことしてる場合じゃないわ。まずはココロ黄金仮面ロッカー、青銅仮面ロッカー。なんでですか。ココロちゃん言うな。ポポロちゃん言うな。そしてモヒカンたち覚悟しなさい。逮捕する。ヤッハー、キャッハー。前には明智ココロ、後ろにはパトカーの群れ。ヤッハー、これまでか。ヒャッハー、だが俺たちは諦めない。ヒャッハー、夢は決してモヒカンを裏切らない。俺たちもモヒカンを裏切ってはならない。ヒャッハー、明智心、お前を倒しここを突破する。ヒャッハー、そしてホームズ探偵学院から身の代金を奪ってみせる。行くぞ！キャッハー！うおー！まっすぐ突っ込んでくる！ココロちゃん危ない！ココロちゃん言うな！何のこれ式？黄金仮面ソニックブーム！キャッハー！
された。うわぁ止まらねえ。やったぁ兄貴。ゼロ仮面スラッシュ。やったぁ。バイクが真っ二つに。黄金仮面ビーム。やったぁ。エンジンが爆発した。明智心を&世界を照らせ。聖堂仮面よ、世界に暗闇を。ダブル仮面スラッガー。キャッハー。ミッションコンプリート。横浜に悪の栄えた試しなし。明智心の目の黒いうちはどんな犯罪だって見逃さないのよ。で、ミルキーホームズのアホどもはそこに転がっています。助かりました。いたたたた。もっとそっと地面に下ろしてよ。助かったのね、私たち助かったのね。明智さんとポポロさんのおかげ。みんなでココロちゃんとポポロちゃんを胴上げしましょう。ファッション、ファッション、ファッション、急いで帰りましょう。何も見なかったことにして。ほらシャロもエリも早く。でも、あ、いい天気。今日も暇ね。また山下公園に来ちゃったけど、何か事件でも起きないかしら。はい、ポポロも暇なのでついてきました。あ、見てください、ミルキーホームズのアホどもが。あ、海賊。海賊に誘拐されました。へえ。ほっときましょうか。そうね、ほっときましょう。いい天気ですね。そうね、今日も横浜は平和だわ。